九州対 FC 東京 U23 開幕戦です。10分の北九州、立ち上がりのシーンなんですが、荒井重、前を向いて池本、まあ、本当にこの辺りはうまい崩しを見せて、最後はディサロがヘディングシュート。まあ、今日がデビュー戦でした。ディサロいきなり結果を出すという見事なヘディングシュートゴールでした。そしてアシストをしたのは池本のクロス。これで1点北九州、1点を東京。42分です。なったとこれバンブーナガンデですね、バンブーナガンデのクロスに原。そして56分の北九州、1点を、まあ、後半もまずは入れ追うというところなん、1点リードしてというところなんですが、北九州荒垣中に入ってそのまま左足、まあ、荒垣もね、ルーキーでスタメンでのプレーとなったんですが、そして63分の北九州ですが、今度はこれシゲが絶妙なスルーパス、いいタイミングでディサローだったんですが、これはゴールならず。71分の今度は東京です。後半の頭から入った内田のシュートにつながるシーンなんですが、バンブーナガデが折り返して内田、そして83分、これディサロがファールをもらって、まあ、シルバーにイエローカードが出たんですが、これでフリーキックを得ます。そして87分の北九州、荒井のフリーキックがクロスバーと、まあ微妙なところでしたが、わずかにクロスバー。1-0 のまま87分です。北九州、まあ、ちょっと東京のミスもあって奪ってという中で、町野のクロス、最後は途中から入った国分が飛び込んで、これで2点目、かなり勝利を手繰り寄せるような国分のこのゴール、国分も J リーグ初ゴールになるという形。最後まで北九州がゼロで、しのいで、結果的には2-0、北九州が2019シーズン J3 のこの開幕